その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんな。それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待って、アキラ君、こいつのセプティマ反応ただものじゃないよ。変身してないのに抑制し以上だ。関係ない、相手が誰であろうと力ずくで聞き出すまでだ。我が名はブレイド、大いなるスメラギの意志に基づき、イクス、その首切らせてもらう。行くぞ、ザッ。はっ、甘い、テア。甘い、テア。その程度か、イクス、その首落とさせてもらうぞ。レッセよ。そんな、カゲロウを無効化するなんて。とどめだ。あ、アキラ君。ロロ、ちょっと待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くには。この気持ちの悪さはタイムリミットか。くそ、間が悪い。いや、君がイクスだね。ここを監視してる兵士から連絡があってね。待ち伏せさせてもらったよ。許可なく喋るな、リベリオ。死刑執行が早まっても知らんぞ。ごめんごめん、社長さん。でも久しぶりに刑務所の外に出られたんです。少しは饒舌になる僕の気持ちも分かってもらえると嬉しいな。こんな誇り臭い場所でも貴様にとっては外の世界というわけか。変身許可はすでに出ている。しっかりとお役目果たしてみせろ。分かってますよ。僕だってずっと刑務所暮らしはごめんですから。コントラクト。
やれやれ、お目付け役のはずなのに帰っちゃいましたね。彼女真面目なんだか不真面目なんだか。さてイクス、僕も別に君に恨みがあるわけじゃないけど、君を倒せばスメラギが原型してくれるって言うからね。僕もそろそろ家族の顔が見たいんだ。全力でやらせてもらうよ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、砕けろ。はっ、まだまだ。おっと、いかに君でもこれなら。覚悟はいい。くらえ。おっと、いかに君でもこれなら。いくよ。はっ、ああ。おっと、覚悟はいい。くらえ。僕は負けない。終わりにしよう。クリムゾンデススレッド、これで君行くよ。はっ、ああ。おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、いかに君でもこれなら。行くよ。はっ、だはっ。おっと、いかに君でも。みんなごめん。囚人か、スメラギはあんなやつまで兵士として使うんだね。スメラギの翼戦士は強いセプティマを持つ国民の中から無作為に選出される。それがたとえ重罪人であってもな。そんなことよりも他のホルダーが来る前に食料を運び出そう。いくつか食べられるものもあるだろう。国内最大規模を誇る電機メーカーガルガンチュアの代表取締役社長インテルスお嬢様です。私はガルガンチュア金星、お嬢様付きの万能秘書ヒューマノイドダイナイン。以後お見知りおき。てダイナイン、これから始末するっちゅう相手にそないな挨拶せんでも。あ、失礼しました。そないな抜けたとこも人間クソって、うちは気に入っとるんやけどな。もったいないお言葉です。
あんたは下がっとき。ここから先はうちがやらなあかん。スメラギとはそういう契約やからな。あんたは先に帰って、うちのためにコーヒーブレイクの準備でもしといてや。わかりました。最高のコーヒーを用意し、お待ちしております。どうかご分を。ほな、イクス、そろそろ始めようか。あんたに恨みがあるわけやないけど、うちがあんたを仕留めんと、ダイナインはスメラギに徴収されてまう。何の話だ。いや、単なる独り言。あんたには関係ない話や。ただな、コントラクト。うちにも引けへん理由があるっちゅうことや。ほな行くで。ふっ。ふっ。やるやないか。見せたるわ。あっ、うん、つぶれとき。もう一発。ここ居てこましたる。逃がさへん。気入れてこか。とっておきや。グラビトンパンダモーニアム。解析は持ち帰って行うとしよう。了解。バタフライエフェクトの情報あるといいんだけど。君はこの僕のアートを鑑賞しに来たお客人？それともアートの邪魔をしに来た不心得者？どっちだい？そこの EN パックを渡す気がないのなら後者だな。それは残念。これは全部今からアーティスティックに爆発させる予定なんだ。
全てをアーティスティックに燃え上がらせる美の追求者、クリム様のデトネーションのセプティマでね。言うだろう、アートは爆発だってさ。あれ、爆発はアーティスティックにだったかな。ま、どっちでもいいか。全てが美しくアーティスティックであれば。コントラクト、ショータイム、爆殺ショータイムだ。ここで君は死に、その死はアートへと昇華される。セーフティーで高い安全性を確保している。とはいえ、あのまま戦闘が続いていればどうなっていたかは分からんが、ここはスメラギの技術力に感謝させてもらおう。これを持って帰ればきっとみんな喜ぶよ。メディカルセンターを襲うとは。ブレイド、マイナーズどもが何を考えているか知らんが、その悪行、死をもって償え。貴様に構っている暇はない。即座に片付けさせてもらう。行くぞ。ダッダッはダッ、甘い。テア、甘い。敵は処分する。くらえ、くらえ、ダン、来たれ、フッ、滅せよ、来たれ、フッ、滅せよ、ダン、フッ、来たれ、
メッセよ来たれ。メッセよ。負けるわけには。これは。そして刻む。刻む。くたばれ。刻む。消えろ。いくつ殺す。こいつ様子がおかしい。何かに操られてるみたいな。こうしている間にも琥珀ちゃんの容体が。琥珀。琥珀。こいつ急に何なの。だが今のうちだ。薬はいただいていく。思ったより早い。脱出が間に合わなかったではないか。仕方ない。貴様の討伐も業務のうちだ。アドリブで当たらせてもらう。お前はあの時囚人の抑制士を連れていた女署長。因果なことだな。よりにもよってまた一日署長としてこの塔の警備を任されている日に貴様が現れるとは。一日署長。その通りだ。素人バーチャルアイドル。コントラクト。ライブスタート。これがイソラの普段の姿。コンパニオンのセプティマを操る。歌って踊って戦っちゃう抑戦士系アイドル。ミクス君、それにロロちゃん、きっと通信データのロゴを狙ってきたんだろうけど、それは今イソラが持ってるの。ログをかけてロロちゃんと私、どっちがすごいアイドルなのか真剣勝負お願いします。まだまだ。
まだまだ。お願い。時間がかからなければいいかな。結局最後まであの敵にはノーコメントなんだね、アキラ君。おう、お前さんがいくつじゃの。ようやく来よったか。この辺をしけばりしとる連れから連絡があっての、子飼いにしてお前さんが来るのを待ちよったわけじゃ。その風貌、以前データを閲覧した覚えがある。確か名はバクト、どこぞのマフィアの初級幹部だったか。それはチートばかし古い情報じゃ。今は幹部じゃのうて頭張っとるもんじゃ。言うても前の構想でファミリーの大半は行ってしもうたかお縄になっとるけ、名目だけのお飾りもんじゃがの。おいじゃが、お前さんの玉さえ取りゃ、とっ捕まったもんも無罪放免、わしらの前もまっさらにしてくれるいう話じゃ。またそのパターン。スメラギの統治ってとことん腐ってるね。威勢がええの玉子ろ。お上が腐っとろうが、今んわしには関係がな。ファミリー最高のためならわしは泥もすするし犬にもなる。それがわしの極道じゃ。コントラクト。わしのセプティマスパイラルで全身知事に逆れんさいや。ほら行くね。しまいじゃ。ほらはっせい。ほら行くぜ。ほらしまいじゃ。ほらやりよるの。はっやわしは倒れん。これぞわしの道、オニックスパイラル。おっ潰れや。おっぶち抜け。おっねじ切れろ。仕上げじゃ。ダメ押し。おっ死にたらせ。あっやっ。これが報いか。敵は倒した。ロロ、端末へのアクセスを頼む。了解。ちょっと待っててね。なるほどね。パスコード発見。やったね。これにてミッションコンプリート。
任せた。データ検索完了。ビンゴ、パスコードを発見したよ。あとはこれを持ち帰るだけだね。させません。君は前に重力能力者と一緒にいたヒューマノイド。イクス、あなたには感謝しなければいけません。あなたのおかげで私は怒りや悲しみといった極めて高度な感情を理解することができたのですから。感情だと？もともと私はありふれた量産型ヒューマノイドに過ぎませんでした。しかし機械でありながら偶然にもセプティマを発現させることができたため、お嬢様の目に留まり秘書として使えることができたのです。ロボットがセプティマを？それって僕と同じ？あの時の私のセプティマは芽生えたばかりの微弱なものでした。だが今は違う。コントラクト！お嬢様を手にかけたお前に対する復讐心、その感情が私のセプティマベクタードクロスを成長させた。この力でも私はお嬢様の仇を討つ。来なさい。参ります。来なさい。入ります。来なさい。これが怒り。来なさい。来なさい。見切れますか？そこです。来なさい。参ります。来なさい。危険な機能スキルスタンバイ、トータルブラックアウト。お覚悟。Yeah.
すまないロロ、助かった。へい、所詮偽物は本物にはかなわないってことだね。でもあいつ世界中に投入されてるんだよね。騒ぎを聞きつけてすぐに次が来るかも。こちらから撃って出るしかないか。グーイクス、始末、始末する。あいつ完全に理性を失ってる。スメラギに洗脳されているんだろう。いや、これも他者のセプティマをコントロールできるバタフライエフェクトの力か。うわ、今止めてやる。くたばれ。破壊。刻む、刻む。刻む、刻む。でも焦る様。サンダーランダル、おう、セイフ、デア、ハウ、ウウ、キザン、セイフ、ゲウ、キザン、セイフ、止まれ、セイフ、セイフ、止まれ。姉だな。お、そうなの？いくつ、そうか、私は連中に捕まってセプティマ因子の移植実験を受けてスメラギに操られていた。私はこの手で多くの仲間たちを。立て、お前にはまだその体がある。後悔している暇があったら早く仲間のもとへ帰るんだな。お前にはその力で守るべき者たちがいる。違うか？怖く、みんなあいつらは地上の入り口付近にいるはずだ。後のことは任せる。
リクス。こいつ、あの時の。ああ。どうやら意志を持たない幻影のようだな。でもこれ、生体反応から何まで本物としか思えないよ。何者かのセプティマか、あるいは敵の新技術か、いずれにせよ俺を阻むなら容赦はせぬ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、砕けろ。はっ、まだまだ。おっと、行くよ。はっ、あー、おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、行くよ。はっ、あー、僕は負けない。終わりにしよう、クリムゾンデススレッド。これで君、いかに君でもこれなら。おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、行くよ。はっ、あー、おっと、いかに君でもこれなら。おっと、砕けろ。はっ、みんなごめん。ほら行くで。ふっ、あっ、あっ、ふっ、もう一発。あっ、あっ、ふっ、やるやないか。もう一発。ふっ、見せたるわ。あっ、うん、つぶれとき。あっ、あっ、いてこましたる、逃がさへん。あっ、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 ここ、あっ、気入れてこか。とっておきや、グラビトンパンダモーニアム。はっ、あっ、はっ、あっ、往生し、行くで、フィニッシュ。ここ、いてこましたる、逃がさへん。あっ、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 ここ、ここ、ない、ない。散れ。
真のアートを見せてやる。散れ。爆発だ。ファイタイム。ファンタスティック。Furry time! Fantastic! Pop! Bugat da! Kisama, utsukushiku nai! Pop! Omiseshi! Exquisite Artillery! Tairin no hana yo! Sakukore!安らかに。
どけ。貴様らに構っている暇はない。お嬢様。
アシモフ、なぜ貴様がここに。アシモフって確か大昔にアキラ君と戦った、かつて存在したテロ組織の頭目、スメラギと敵対していた雷撃のセプティマホルダーだ。ある日を境に名を聞かなくなったが、まさか生きていたとはな。こちらこそ、貴様が生きていたとはとんだサプライズだよ。こんな場所まで来たリワードだ。特別にいいことを教えてやろう。スメラギの管理 AI デマーゼ、あれは私のことだ。 AI？ 貴様が？ AI ということにしておいた方が何かと都合がいいのでね。かつてのスメラギがサイバーディーバをそう偽っていたようにな。なるほどな。表向きはマイナースとの融和を掲げていたスメラギが突然異種替えをするわけだ。敵対勢力に丸ごと乗っ取られていたとはな。スメラギを手中に収めたことで世界は私の理想に大きく近づいた。時間はかかったが、あの日この手で殺めねばならなかったキングとクイーンのピース、雷撃能力者とサイバーディーバも代わりを調達できたことだしな。それブレイドとミチルちゃんのこと。ゲスが、妹もブレイド、貴様の駒ではない。今さらディスカッションをするつもりはない。異なる他者同士が分かり合うことなどないのだから。さあ始めようじゃないか。能力者と無能力者の、おっと、今はセプティマホルダーとマイナーズと呼ぶんだったか。相入れぬ両翼の代理戦争。
それだけ時が経ったと思っている。お互い100年以上前の人間が当時のまま生きているわけがないだろう。そこに考えが及ばないと。そうか、貴様は長い年月で電子頭脳がエラーを起こしているな。道理で正気とは思えない世の中になるわけだ。月に吠えろ。人の知力に固執するゴールドエイジの異物よ。見るがいい。この姿こそ内的能力者として最も進化した究極の姿。私こそセプティマ・ホルダー全ての守護者伝人エラーゾンだ。おとばせアームド・ブルー旧時代の遺物正常なる青き形で浄化せしめよ。何が浄化だ、化け物風情が。貴様のような化け物に人の世を生きる資格はない。オートメンテナンスとエマージェンシーを起動。
復旧するまでしばらくスリープさせてもらうとしよう。しました、小悪さん。歌だよこれ、ルルちゃんの歌。歌？何にも聞こえねえぜ。うん、間違いない。と、アキラ君に何かあったんだ。私、行ってくる。まあ、ちょっと。小悪くん、みんなここで待ってて。
くまで来たけど、もう歌は聞こえない。ヨロちゃん大丈夫かな。こいつら何、スメラギなの？諦めない、絶対に諦めるもんか。アキラ君は私たちを救ってくれた、何度も。今度は私がアキラ君を助けるんだ。お前らみんなそこをどけ。間に合ったか、琥珀。ここは私に任せて行くんだ。イクスのところへ。イクスって姉ちゃん、どうして？それにその格好。説明と食材は帰ってからいくらでもする。それより今は行くんだ。正直何が何なのか全然わかんないけど、わかった、お姉ちゃん、私行くね。ああ、走れ琥珀。うん。だが残るはお前たちだ、デマーゼル。私を駒として操り、同胞たちを苦しめた罪、この場で注がせてもらうぞ。苦しめ続けた元凶、私が終わらせるんだ。当たれ。琥珀、ロロ、イクス、三人とも早く帰ってくるのです。大丈夫、三人とも無事だよ、絶対に。琥珀さんが待っててって言ったんだ、きっと帰ってくるよ。おい、あれ。ん